どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。今日はですね、こちら鹿児島に来てるんですけれどもね、僕はねマラソンに向けて、最近結構練習をしてるんですけど、ちょっとねどのマラソンに出ようかなって探しても全然マラソンがないわけなんですよ。ではなんか出たいなーとか思ってたら、かなりねいい情報が僕の元に飛び込んできました。その名もバイタリティラン&ウォークチャレンジっていうのがね始まるみたいなんですよ。でこちら主催されてんのがあのラントリップさんねラントリップさんは結構もう本当にマラソンデーカーのイベントをめちゃくちゃしてるところなんですけれども、そちらが開催ということで、これにちょっと出ちゃおうかなとちょっと思ったわけなんですよ。で、そのね内容をですねちょっと皆さんに今日ちょっとお伝えしようかなと思いまして、ちょっと今からね詳しい詳細を話したいと思います。はい、こちらなんですけど、なんとオンラインで行われる大会なんですよね。なんか普通にじゃあ例えば東京マラソンとかだったら東京にみんな集まって走んないといけないじゃないですか。なんですけどそんなこと一切なく、自分のもう好きなところで走って、それをサイトに投稿すればもう完了なんですよ。ということは、今ね鹿児島にいると今言いましたけれども、じゃあ例えばですよ、北海道の人と勝負がしたいと、でも遠いじゃないですか。だけどこのイベントは勝負ができちゃうということなんですよ。だからもう本当にね種目も結構いくつかありまして、でその種目なんですけど、さっきも言いましたラン&ウォークチャレンジなんですよね。ということは走るのと歩くのがあるわけなんですよね。こちらちょっと最近ジョギング始めたからジョギングやったりとか、ちょっとタイム狙いたいなっていう人もちろんありですけれども、ウォーキングちょっと歩いてちょっと参加してみようかなっていう人も OK ということで、さまざまな人が今日対象になってくるということになるんですけれども、種目としまして、まずランニングの方の種目は5キロと10キロとあとハーフマラソン、これにチャレンジすることができるんですよ。で別にどこ集まるわけでもなく、自分の好きなところでできると。でそれに続きまして、ウォーキングですよね。ウォーキングは5キロ、10キロ、15キロ、この3つのね種目となってるんですよね。でこちらなんですけど、参加費ちょっとかかんじゃないのみたいな思ってると思うんですけど、こちら無料ということでね、もうバンバンやっちゃいましょうよ。でいつやるかね、こちら10月24日土曜日に開催されると。で時間的には朝の5時から、夜の9時、この間に走りまして投稿すればオンラインで集計結果も出て記録証とか出たりとか、あとなんか豪華商品が抽選で当たるとか。でこちらね、僕もちょっと参加してみたいなとかね思ってるんで、それでね商品が当たったら嬉しいですし、ちょっとね皆さんと記録を共有とかねしていきたいななんてねちょっと考えてるんですよ。はい、で、こちら10月24日ということで、土曜日なんですよね。でも僕もちょっとなんかオンラインですけれども、皆さんとちょっとなんか走ったり歩いたりしたいなーなんてちょっと思ったりしたんですよ。だから小規模ですけど、なんかタムジョーと一緒にこのねイベントチャレンジしたいよとかね言う人がもしいたら、なんか種目ちょっと決めてやれたら面白いかなーって思ったので、その話もねちょっと考えついたらまた後日なんか SNS で、発表していこうかなと思います。はい、ということで本日はラントリップさん主催のバイタリティラン&ウォークチャレンジの紹介でした。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ということで皆さん見てくれてありがとうありがとう。次回もよろしく。バイビー。ありがとうありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。